高松琴平電気鉄道長尾線。長尾線は、香川県高松市の河原町駅と香川県佐抜市の長尾駅とを結ぶ高松琴平電気鉄道、琴電の鉄道路線。終点の長尾駅のすぐ東には、四国八十八カ所の長尾寺があり、当時への参拝路線としての性格を持っていたが、現在は、高松の郊外路線である。ほぼ全線にわたって、長尾街道。 香川県道15高松町尾大内線の急道が並行する。ラインカラーは緑色。すべて普通列車で、平日朝ラッシュ時の下り一本のみ、河原町始発となるが、それ以外のすべての列車が、琴平線、築行線、河原町高松築行に乗り入れる。朝夕は約12分間隔、昼間でも20分間隔で運転されている。なお、 直行線区間のみを走る列車も、長尾線の車両を使用するため、長尾線扱いとなる。その他平日の朝に、高松築行発開き行き、夕方に、開き発高松築行行き、休日の朝に、河原町発開き行きと開き発高松築行行き、区間列車が上下一本ずつ設定されている。階層も含めた、全列車に車掌が乗務し、生産や車内補充券。 パンチによる穴開け式の発売、以下エチャージ、無人駅での収札、車内放送などを行う。2010年12月18日に行われたダイヤ改正で朝夕計3本が増発され、朝ピーク時は全列車長備始発となった。また、河原町駅での接続の改善が行われた。全駅香川県に所在、駅番号は高松地港駅を N00 としている。2011年8月現在、旅客車10編成20両が所属している。すべて2両固定編成である。なお、琴平線車両と予備車を共有にした関係で、琴平線車両が長尾線内で使用されることがある。2008年8月13日の佐ぬ高松祭りでは、琴平線の1080型が応援運用された。 船内には留置船を備えた駅があるだけで、車両基地はなく、長尾線で運用される車両は、全車が仏生産工場に所属している。よって、ラッシュ前やラッシュ後には、入出庫のために、河原町から仏生山までの琴平線を走行する、長尾線車両を目にすることができる。ただし、河原町、仏生産館は、回送列車として運転されるため、客扱いは行わない。 鉄道線としてスタートした琴平線に対し長尾線、四度線は開業時に二軸電車を使用した軌道線として設計されたため橋梁の重量制限とカーブの制限が厳しかった終戦直後の路線改良で16メートル急車両まで入線できるようになり1960年代には16メートル急車3両編成での運転が可能になった後に 橋梁の重量制限も1両あたり30トン未満までになり、17メートル級車の850型も入線可能になった。1983年に17メートル級車、860系、880系、890系を入線させた際には、重量を30トン未満に抑えるために制限を射化せざるを得ず、それ以上の大きさの車両は入線することができなかった。 そのため、大手私鉄から小型車が到達された1980年頃を境に車両の代替が滞こる。その後も何度か車両調達を試みたものの、車両の大きさや廃車時期の不一致ですべて破断となった。1998年より名古屋市営地下鉄の車両を導入することで代替が一気に進んだ。しかし主車が確保できず、長尾。 シ度両線の運用が全車両を置き換えるまでには至らなかった。そこで2003年に長尾線を線路がつながっている琴平線と同じ18メートル級車の入線が可能なように改良して大型車を導入。余剰となる長尾線の冷房化された小型車をシ度線に転出させ、両線の非冷房車を完全に置き換える案が持ち上がった。橋梁に関しては 開き糸に未改良のものが2箇所存在していた。このために2 0 0 4年4月に3000系の2連にレールを積み込んだ試験列車を走らせて確認を行った結果、問題がなかったため、この計画は大きく推進されることになる。一方、究極線に関しては、水田西前田にある吉田川橋梁前後は、すでに橋梁の掛け替えと同時に改良を行うことが、 具体化していたので台はなかった。また、駅構内が急曲線上に存在する木、台東口駅に関しては、ホームの改築と路線位置を多少ずらすことで対処した。他の駅でもホームを削る工事が実施され、在来車両には転落防止のステップが取り付けられた。2006年7月、長尾線用線200系に編成4両が投入され、大型車の運行が開始された。さらに、 同年12月には1200系1編成2両、2007年7月には1300系2編成4両が投入され、長尾線の冷房化100%を達成した。置き換えられる形で順次、仏生産工場から冷房付きの600型が、今橋工場に転出し、全車両の転出をもって、四導線も100%の冷房化を達成した。なお1両たりの定員増加に伴いラッシュ時の、 増結が廃止され、全列車2両編成となった。2011年9月には1300系に編成4両が投入され大型車を増やした。現在はほぼすべての列車が大型車での運行となっている。高松電気軌動時代は、梅鉢鉄工所製の木製単車9両、総定員360人を所有していた。1912年に1から5、申請し、 翌年に6から9を増備した。合併後2 0系、21から29に改版した。他に、電動有害貨車2両を所有し3 0系、31.32に改版。開通当初は、電車の出力が弱く、川島口付近の坂では、満員の時は坂を登り切ることができず、速度が落ちるので、乗客が下車をして、電車を後押しした、という、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。